人は頑張れば1分間で何でもできるのコーナーです。ミニッツ RWD ですわ。ミニッツ RWD RM 組の S 寸なんですってね。でこれ買った時には S 寸じゃないっぽい。いやここをね縮めるんですってよ。ってことでこれ多分ねネジ2本ね緩めてこっちに打ち替えるだけ、ずらしてねぽいんで、これは1分間チャレンジ。 S 寸にした時に上側のダンパーの方、下は短くなるけどダンパーの方はどうすんだろう、ちょっと分かんないんだけども、まあ分かんないんでもうそのままやる、何もしない。上はね、上のダンパー側はまあうまく縮まってくれるでしょうと、そういうことで行ってみましょうか。これで1分間チャレンジ行ってみましょう。ほら1分チャレンジ用カメラで、ここでこうやってやるでしょ。ポチッポチッ、はい。まず S 寸で組んだら、そもそもねフロントワイドにしたんでロードスターでは走れないんですが、まあロードスターのボディはつけない、裸でちょっと試運転ができる状態で終わりということにしましょう。21、20、19、間違えて1分じゃなくて60分チャレンジになってる。これ14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、終わった。これこんなにグニュってなっちゃうよ、グニュって。今スペアパーツ見てたらこの部品も短く変えるんだったみたいです。あ、それやり直してます。です。というわけで、ミニッツ RWD を買ったらフロントをワイド組、そしてモーターの位置は RM 組、要はモーターが一番後ろにドリシャでいう RR みたいな感じ、ね、そんでホイールベースの長さは S 寸短くという組み方で待ってればいいそうなんで、これで準備万端ということでミニッツフォーミュラー首を長くして待っておきましょう。では EDP アコでした。